は、コウブです。はい、今回はですね、もうすぐハロウィンということで、簡単かぼちゃグラタンを作っていきたいと思います。ここに作っていきながら、レシピや材料は、テロップなどで載せていきたいと思います。はい、それでは作っていきます。まずは材料の紹介です。じゃん、かぼちゃです。はい、今回は、本当に丸のまま大きいかぼちゃを用意しました。小さめな坊ちゃんかぼちゃとか種類は何でもいいと思います。はい、そしてしめじです。こちらは1袋分。はい、そして切ってある厚切りベーコンです。今回はベーコンを入れていくんですが、鶏肉とかあとはハムとかお好きなもので大丈夫です。次にマッシュルームの缶詰です。はい、生のマッシュルームでもいいんですけれども、簡単に作れるように缶に入っているものを買いました。はい、次とろけるチーズです。はい、こちらも細かいものなんですけれども、お家にある簡単なものでも大丈夫だと思います。次にマカロニパスタです。今回は撮影のため事前に茹でてあるんですけれども、今日使うものは先日カルディの購入品でご紹介したディズニーのマカロニパスタを使っていきます。こちらの商品が気になる方はよかったらカルディ購入品の動画をご覧ください。次にこちらです。じゃん、ルーミックのホワイトソースの素です。パッケージで見覚えあるぞって思う方いらっしゃると思うんですけれども、はい、以前ですね、このミートソースのルーミックでミートソースの作り方というレシピもご紹介したのですがですね、簡単に作るということでこのホワイトソースバージョンのものを使っていきます。材料はだいたい下ごしらえしてあるのですが、まず最初にこちらかぼちゃをですね、火を通していこうと思います。今回は簡単に電子レンジで温めていきます。はい、こういうクッキングシートですね、クッキングシートをお水に湿らせていきます。今回はかぼちゃを丸ごと使っていきたいので、はい、かぼちゃを包み込むように、はい、湿らせたクッキングタオルで巻いていきます。はい、そうしましたらサランラップでこんな感じにかぼちゃ全体をさらに包んでいきます。この状態で電子レンジで蒸すように温めていこうと思います。はい、今回はかぼちゃが結構大きいので、こう片面6分ずつ温めていこうと思います。なので6分経ったらまたひっくり返して6分温めるという形にしていきます。はい、こんな感じでかぼちゃを温めたら上の部分だけそぎ落として蓋を作りました。ちょっと形が不格好なんですが、こんな形でね、こう蓋が作れました。そうしましたら中の種を取り除いていきます。こんな感じで、中の種を取り除いていこうと思います。次にこの周りの実を少し取っていこうと思います。あまり実を取りすぎても器の形がなくなってしまうので、ね、ちょっとこう触ってみてほぐれそうなところだけ身を外していきます。はい、かぼちゃの下ごしらえができましたら入れる具材を作っていきます。はい、フライパンが温まってきたのでオイルを引いていきます。そしたらベーコンやお肉から炒めていきます。キノコ類ですね、お野菜も全部入れていきます。はい、マッシュルームも入れます。そしたら今炒めてるものに塩コショウをしていきます。こちらのルーミックのホワイトソースの素を1袋入れていきます。こんな感じの袋になっています。そしたらここに牛乳を250入れていきます。そしたらこちらのマカロニパスタも好きな分量だけ入れていきます。で、この時ですね、火加減は中火ぐらいでコトコト煮込むといいと思います。沸騰してきたら弱火に変えてください。はい、今回はですね、先ほどかぼちゃの中身をこんな感じでくり抜いて残っているので、
ホワイトソースがお好きな方はホワイトソースのままでもいいのですが、せっかくなので黄色い感じにしていきます。はい、かぼちゃ入れていきます。かぼちゃ色になってきましたね。うん、美味しそう。はい、こんな感じで黄色く美味しそうに出来上がりました。はい、最後にまたお塩と黒胡椒などで味を整えていきます。ね、かぼちゃなども入れてるので水分が足りなそうだなって思った場合は少しずつ牛乳を足していってください。こんな感じで下ごしらえしたかぼちゃですね。じゃん。はい、この中に具材を詰めていきます。はい、今具材を詰めてます。美味しそう。はい、こんな感じである程度具材が入ったらチーズをかけていきます。とろけるチーズです。このまま少しオーブンで焼きたいと思います。焼き方としてはチーズが溶けるぐらいで大丈夫です。こんな感じでなんとか完成しました。じゃーん、じゃじゃーん。おー、いい感じにチーズが溶けてます。ちょっと初めて作ってみたんですけれどもすごく美味しそうです。はい、チーズがまたいい感じに溶けてますね。じゃあいただきます。おいしい。はい、きのこをね盛りだくさんに入れたんですけれども、お茶もね、かぼちゃのペーストですね、中身のものも入れたのでかぼちゃの味もねあってすごく美味しいです。美味しい。で、今回はですねキノコとかを盛りだくさんに使った感じだったんですけれども、この他に玉ねぎだったりとかほうれん草とかお好きな具材を入れて作ってもいいと思います。ご自分で作るホワイトソースのレシピとかでもいいと思うんですけれども、はい、こちらですね、このルーニックですね。はい、これは本当に簡単に誰でも使って作れるので、はい、急いでる時とか、まあ、パーティーとかでねこう失敗したくないとかそういう時にこう手軽に変えて使いやすいのでいいんじゃないかなって思いました。いろんな活用の仕方もあると思います。はい、よかったらねこちらもぜひチェックしてみてください。まあ、これからご自宅とかでホームパーティーとかハロウィンパーティーとかされると思うのですが、グラタンとかだったらお子様から大人まで楽しめると思うので簡単ですので、よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。